ピッチは絶好のコンディションです。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第28節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。パウレタ、クリスバン、バトユ、エディ・コスラ、スメルチン、デュガリー、ジャマリ、ボニセル、ロシェ、ソミュール、ラメ、トルド、マテラッツィ、セルジオ・コンセイソン、ダルマ、ザネッティ、グーリー、アルメイダ、サネッティ、川上、カボン、ビエリ。さあ、いよいよキックオフです。危ない、中へ放り込む。速攻、味方が探してますよ。フォローが遅いですね。入った、ゴール、ブリリアントゴール。1点を先取しました。さあ、もう一度見てみましょう。カボン、動き出しが素早いです。マテラッツィ、出た。体を入れてきます。おっと、足がかかった。この位置からのフリーキックですよ。来た。ドリブル、頭でつないで、トールド、スライディング、グーリー、素晴らしいゴールです。得点は3対0。さあ、これはピンチ、得点は4対0。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ、大きくサイドチェンジ、
心地よさそうに芝を転がります。決まった、ゴール、エクセレントゴール。得点は5対0。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。一度見てみましょう。アルメイダ、ナイスファイト、カボン、車輪の活躍、ハットトリック。よどみなく盛り上がる歓声の緑の湖で、賛辞と祝福がその水面を滑空していきます。さあ、もう前半あと10分です。おっと、ファールを取られました。カボン、マテラッチ、ゴール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 決まった。さあ、もう一度見てみましょう。マテラッチ、彼は本当に視野が広いですね。走り込んできた、カボン、ゴール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 、ガンビリバブルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。カボン、スライディング、出た、いいボールですよ。さあ、ここからどう攻める、ガンガンプレスを、入った、ゴール、ブリリアントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ、彼は本当に視野が広いですね。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まります。ナー
大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。グーリもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に視野が広いですね。フリーにさせてはいけない。スローインです。まるでボールを持った仮面舞踏会。ニアに合わせた。ゴールマウスに嫌われた。見事ハットトリックを決めました。今日はキレキレですね。スタンドは男の挙げたゴールの余韻に浸っています。での模様を今一度ご覧ください。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。ジャマリ、いっけいっけドリブル、リターン、ここで折り返す、ヘディング、これはゴールキック、狙いすぎたようです。さあここか、ゴール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 、主審笛を吹いた。センターバックがチームメイト、ハイボールを競り合う、うん、ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。これはファールです。パウレタ、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。気をつけなければいけません。サネッティ、川上、これはファールです。壁を作ります。決まった、ゴール。
コアになっています。スロー VTR でご覧ください。思いっきり曲げてきた。この人は試合終了です。大量得点による一方的な試合展開でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。